本日もくんごぼんごをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日匠に聞けのコーナーのゲストは、2月23日、笑顔二丸 FM 桜平20周年開局記念コンサート、こちらに出演されます高見沢和樹さん、ね、湯沢佳代子さんとお二人でご出演なんですけれども、こちらの出演アーティストのでありますところの何なんかよくわかんない高見沢和樹さんに電話ゲストで、ご登場いただきました。で、クラウドベリージャムと一緒にトレモロアース共作で、アルバムを出したっていうね、世界デビューでございます。すごいよね。そんな高見沢和樹さんに、お話を伺いました。で、湯沢佳代子さんと一緒にライブやるんですけれども、ちょっと今日の放送を聞いてね、ちょっと気になったっていう方はぜひとも FM 桜平20周年記念コンサートの方に足をお運びくださいませ。2月23日午後1時からで、ちなみに私たちの出番はですね、おそらく一番最後、中澤信義、井出真理子、山際翔英、山口康一郎、佐田成君、この5名のバンドが、一番最後に出演いたしますので、1時がグッバイプリルでしょ。で、あ、投げんなっつって帰ってないでね。まあ最初と最後大事だから。ね、で、間にもいろいろアーティスト、素晴らしいアーティストが来ますので、今日はその中の、高見沢和樹さんに、お電話で。お電話をさせていただきまして、お話を伺いました。ね。来週の放送、今日何日だっけ？今日が12日だろ？来週の放送が、本番前で最後ということになるのか。ということだ。来週誰がゲストになるのかお楽しみにというわけでございますが。ね、2月23日まではとにかくくどいので、ってことはだよ。この放送は、この、いいんだよ。いいの合ってる合ってる。大丈夫だよ。大丈夫。この動画はまだ、その、22さんに向けて、喋ってても平気だね。ぜひ皆様いらしてくださいます。よろしくお願いいたします。さて、そんな22さん、開局20周年コンサートの出演者であります。アメフラシカルテット。で、アメフラシカルテットっていうのは、鍵盤のサーカス田中くんっていうのが僕の大学の後輩でございまして、でバンドとしても仲良くさせていただいております。アメフラシカルテットね、この前ロックインジャパンって言ったけど俺大間違い、ロックインジャパンじゃない、フジロック出演アーティストでございます。アメフラシカルテット、今日はアメフラシカルテットがアメリカのルーツミュージックを根指したっていう、よく言うんですけど、何なのよルーツミュージックじゃ分かんないじゃないっていうことで、より分かりやすく言うと南部、アメリカ南部の音楽、南部というとディキシーランドっていうんですけれども、ディキシーランド、アメリカ南部10州っていうのが、ありまして、ディキシーランドジャズ、ニューオーリンズジャズっていうのはディキシーランドジャズと言います。ディキシーランドジャズっていうのは、そのなんていうの、アメリカの黒人と白人が一緒にこう混血児っていうのが、まあ要はハーフね、クレオールっていうんですけど、クレオールと黒人が作った音楽って言われているわけでございますが、そのクレオール音楽が、ディキシーランドジャズで、そこからいろいろ発展してっているんですね。で、その音楽を今日は主に、お届けしました。で、リズムもセカンドラインに近いもので、セカンドラインっていうのはじゃあ何なのかっていうと、ニューオーリンズでお葬式の時っていうのはパレードをするんですね。亡くなった方たちが、まあ、教会で式を終わった後に、亡くなられた方の棺を担いで前に出ていくのがファーストラインで、その後ろにブラスバンドが続くんですね。今日かけた聖者の行進、あんなのがブラスバンドで演奏するわけですけれども、やっぱり黒人音楽らしいというかノリノリで行くんですね。聖者の行進っていうのがその中ではポピュラーな曲でございます。ルイ・アームストロングなんかもやっておりますが、その聖者の行進をやったりとかするあのビート感っていうのがニューオーリンズスタイル独特のセカンドラインっていうドラムパターンになってくるわけでございますが、そのセカンドライン、ブンシッパンクペンクシッパンペアケシッキブンシッパンクペンブンラブンブンブンクブンシッキブンブンブンクブンチブンクブンチブン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 みたいな感じね。そのセカンドラインに、リズムが近いものを多めに今日はかけました。いかがだったでしょうか。
ルーツを探るとね、やっぱりね、見えてくるものっていうのがいっぱいあるでしょ。で、今あのインターネット時代ですから、その図書館行かなくてもある程度のことはそういった意味では調べられるので、で特に音楽が絡むとね、とてもいい時代になったなというふうに思います。皆様も、もしそうやって、掘り下げてみたいなと思ったら、あのどんどん、やってみると面白いかなと、それの、一助になればと、思う今日この頃でございます。さてなわけで、じゃあ実際どんな音楽をかけたのか、どういう音楽をかけたのか、BGM に使ったのは今歌った聖者の行進、 When the Saints Go Marching In、 聖者の行進ね。で、これは日本人アーティスト、ブラックボトムブラスバンド&アンサリー、キッズブラスビッグイージーというアルバムに入っておりますが、2012年、これを BGM、 そしてアイコアイコ、これは、ドクタージョンの曲なんですが、バーナードパーディーという僕の大好きなドラマーが、バーナードパーディー、バーナードパーディーズソウルトゥジャズというアルバム、1996年に、リリースしたアルバムでやっているアイコアイコバーナードパーディー、をBGM でおかけいたしました。曲はですね、1曲目ビッグチーフプロフェッサーロングヘア、これはドクタージョンのピアノの先生だそうです。サーカス田中情報、雨降らしのサーカス田中情報でございます。2曲目アイコアイコドクタージョン、なんでこれで指定で並んだってことだね。3曲目オールオンアマルディグラデイ、ワイルドマグノリアス、そして4曲目リトルフィートディキシーチキンでは、あれプロフェッサーロングヘアはリトルフィートの先生、どっち、ドクタージョンの先生、ドクタージョンだよな。そして、これも BGM にしちゃったのかけれなかったから、ダーティーダズンブラスバンドで、フリンツストーンミーツザプレジデントライブマルディグラインモントリューっていうアルバムです。そして、13時代最後は、日本が誇るニューオリンズポップバンド、ポップロックバンド、ボガンボスの魚ごっこ、アルバムはボー&ガンボ、ガンボっていうのは混ぜこぜっていう、そういう意味でございますが、ごったにという意味ですガンボはね。そしてオープニング、14時代オープニングはビリー・プレストンのこの特徴的なピアノフレーズを聞いていただきたくかけました、 Nothing from Nothing ビリー・プレストン。ドラマーになりたきゃこれを聴けは、ギャラクティックのドラマーとして有名でございますが、ニューオーリンズ生まれ、チャキチャキのニューオーリンズっ子でございます。スタントン・ムーアの2010年リリースのグルーヴ・アーケミンというアルバムから、スタントン・ムーアでルート・セラーという曲をおかけいたしました。本当にスネアの技術なんだよ、マーチングだからね、面白いもんでございます。そして雨降らしと言ってきたので、223への道9曲目は雨降らしカルテット、アルバム排水のシーン2016年リリースでございます。 1-2-3-4-5 という曲をおかけいたしました。これがね、排水のシーンの中には一番ルーツミュージックに近いというような曲でございます。最後の曲はエルドリッチ・ホルムさん、2005年、あ、これ2005年じゃないんだな、もし前なんだな、 The Sooner You Realize、これをおかけいたしました。思いっきしニューオーリンズ特集いかがだったでしょうか。明るいハッピーな感じの、でもね、明るいハッピーな感じって言ってもね、そのセカンドラインに代表される、要は死者のパレードでこういう明るい曲をやるっていうのは、なんかやっぱりね、そのいろんな歴史がディキシーランド地域っていうのはあったんでしょうかね、アメリカ南部10州ですね。面白いもんだなと思う、ちょっとお勉強になりつつ、僕的にはね、お勉強になりつつな感じで、で分かるよ、もうなんか自分ではある程度分かっていた感じで、セカンドラインっていうニューオーリンズジャズっていうのを、聞いてきてたんですけれども、改めて調べてみて、改めて自分のライブラリー見たら意外と持ってないっていうことが判明しましてですね、今回は大赤字でございます。何枚買ったんだアルバムっていう、10枚近く買ってしまったので、まあまあそれだけでね、大赤字な感じでやっておりますけれども、まあ自分の勉強にもなればいいかなという感じで、皆様にもそれがおすすめできたらなと、なるべく肩肘を張らずに聞いていただきたいんですが、はっと思ったら自分で掘れるっていうね、その方向になるように、以後も番組作りを気をつけていきたいかなと思っておる次第でございます。くんごぼんご、また来週ありがとうございました。